い、小宝推進委員会会長の金子康です。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。はい、ではまた本日も行きましょう。はい、で日本っていうのは世界一不妊治療国、不妊治療が盛んな大国だと言われています。で、ここから数字を表していくんですけども、約33万人の方が、体外受精を望まれています。で、妊娠する確率が2、3割なんですよ。これでも少ないですよね。2、3割しか妊娠できません。また、出産に至るケースというのが、33万人のうちの 6% しかないんです。こうやって1割がないんですよ。1割を切っちゃってます。2、3割でも少ないと思いますけども、妊娠して2、3割、妊娠がね、で出産までが 6%。これなんでこんな差があるかと思いますか？妊娠したらそのままで出産をできればいいですよね。2、3割の方が妊娠して、2、3割の方が出産できれば問題ないと思うんですけども、なんで妊娠してから今度出産までに至らないケースが多いのかっていうのをお伝えしていきます。これは本当に皆さん不妊って言ったら病院っていう考えてますよね。病院行って検査をして、ホルモン値がどうとかで薬、まず薬、全部薬っていう風になってます。はい。それっていうのは、赤ちゃんを育てるためにはママの体を使ってますよね。はい。で、ママの体がボロボロだと赤ちゃんで育たないと思いませんか？そう、元気がなければ育ちません。そのママの体っていうのは土台になるんですよね。赤ちゃんを育てるための土台です。はい。で、まず、妊娠力を高めてないんですよ。さ、赤ちゃんが育ちにくい体になってます。ということは、まずはママの体をしっかりとした状態まで上げないといけないんですよ。そう。上げないと、絶対に妊娠っていうのはできない。できたとしても、すぐ流産してしまったりします。はい。赤ちゃんが整う準備できないとね、赤ちゃんもやってこないんですよ。なんで、すぐね、不妊って言ったら病院っていう考えではなくて、まず、皆さん知らないと思うんですけども、この子宝生態っていうのに着目してほしいかなと思います。はい、子宝生態。これ何をするかと言ったら、妊娠力を高めるんです。はい。で、これは体外人工受精とか体外受精ではなくて、自然妊娠できる確率を増やしていきます。自然妊娠できるっていう風になれば土台ができてますので、私の場合は、その妊娠力を高めた状態で、自然妊娠でもいいし、人工受精でもいいし、体外受精でもいいしっていう風に選んでもらってます。で、まずいきなりその選択肢ではなくて、まずはママの体を整える、妊娠力を高めるようにしていく、赤ちゃんを迎える準備ですよね。赤ちゃんを迎える準備をして、赤ちゃんを育てる土台作りをしていきます。これができるのが子宝生態だと思ってます。はい。よく本当にここにいらっしゃる方っていうのは、当院も子宝生態やってるんですけども、最初にいろんな人工受精、体外受精を何回もやってできなかったから来てくれる方が多いんですけども、まずこれを見た方っていうのは、不妊治療イコール病院っていう考えではなくて、まずは妊娠力を高める。そうじゃないと、いくら体外受精を何回したとしても妊娠できない。妊娠したとしても出産まで至らない。6% ってすごい数ですよね。低すぎますよね。ほんと低いと思います。日本っていうのはほんとお金がある国なんで世界一の不妊治療国って言われてます。いろんな技術もあるんですけど。やっぱり技術が盛んでも、どんだけの技術があったとしても、土台っていうのができていなければ、うまーくいかないものなんですよ。ここだけ分かってほしいかなと思います。はい、理解していただけたらなと思います。で、もしこれを見た方がいらっしゃったら、不妊治療、病院ではないよ。子宝生態っていうのを受けてみたらどうかなっていうのを伝えて、一人でも多くの人に
シェアしていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。本当にね、土台っていうのが必要なんですよ。はい、いくら体外受精難解したとしてもお金だけ無駄になっている方が多いと思いますので、ぜひここを考えていただけたらなと思います。で、選択肢の一つとして子宝生態っていうのを皆さんにね、分かってもらえたらなと思いますので、今回この動画を撮りました。はい、よかったらシェアしてください。よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。